こんにちは、皆さん、ご機嫌いかがでしょう。万歳応援のチャンネルをご視聴ありがとうございます。今日はバンコクシーロム通りにある南インド料理店をいくつか訪ねてみました。その中でいただけたお店の様子もご覧になってみてください。自宅を出ればもうそこはグルメの宝庫、万歳大家がバンコクシーロム通りの南インドカレー店をご紹介します。今回ご紹介するお店はバンコクシーロム通りにあるスリ・アナンダ・バワンです。本格インドカレーをいただいてみました。シーロム通りの一角は南インド料理店が多く、比較的格安で本場のインドカレーをいただけるようです。その周辺にいくつかあるインドカレー店の様子や2021年12月時点での営業実態などをレポートしてみます。はい、皆さんこんにちは。今日もまたまたシーロムロード、今回はソイ11です。この前ね、クルアアロイってね、ゲンマ様のタイカレーの美味しいお店行ったんですが、実はこの辺りっていうのはインドカレー屋さんがね結構たくさんあって、しかも南インドカレー、今日これから行くお目当てのお店は、名前が、そのものズバリ、南インドのね、州の名前だったかな、タミルナード。そういうお店です。久しぶりにね、南インドカレー、しかもどれぐらいの激安さか、これをレポートしたいと思います。はい、到着しました。タミルナードレストラン、ドサイドリロティバロッタミールス。ミールスっていうのはね、南インドの言い方ですよね、パーリーのことですよね。カレー定食ね。ちょっと、お値段見てみようかな。ノンベジが250バーツ、ベジタリアンミールス280バーツ、220バーツ、こんな感じでした。はい、皆さんこんにちは。またまたやってきました、シーロムロードのソイ15。ここを左曲がるとね、この前、いただいたクルアアロイアロイゲンマ様のとても美味しかったお店です。ヒンズー教の寺院の、この辺り、インドカレー屋さんがとても多くて、南インドカレーね、久しぶりに、南インドカレーをいただいてみたいと思います。この辺りだと思うんだけどね。これなんかミャンマーの大使館、ビザの行列ですかね。ビザじゃありませんでした。顔面屋さんでした。いや、すごい行列だ。人気のお店なんですね。行列のできる顔面屋さんでした。それでは目的地のお店に行きます。目的地のお店はここです。チェンナイキッチン、懐かしいな、チェンナイってね、ちょっと前になりましたが、インドで初めて訪ねた街がチェンナイなのにね。インディアンベジタリアンクーシン、クイジーヌはフランス語か。はい、インディアンベジタリアンでいただきます。なんとせっかく来たのに来月からだって、1月から開店するみたいです。
いや残念でした。でもね、この近くね、周りにインドカレー屋さんたくさんあるんですよね。別の店ちょっとアタックしてみたいと思います。はい、シーロム通りのソイ15に来てます。このお店が、シリアンアンダーバーワン、なんて名前か分かりませんが、南インドカレーのお店です。ここでいただけると思います。試してみたいと思います。はい、ダルフライが120バーツ。ダルフライで高いかどうか分かりますよね。この辺はノンベジタブルが高いですね。この辺はマトンの羊肉、ベジタリアンが120から150です。ここパラパニール220バーツってかなり高いね。ライスクランブルこれミックスベジタブルだったのね。ちょっとプレーンライスにしました。ケチケチです。ました。バナナの葉っぱがついて、これがミックスベジタブル、これがプレーンライスです。じゃあいただいてみます。ちょっと味が薄かったので、お塩をちょっとだけ入れました。これ、チーズも入ってますね、パニール。めちゃくちゃ長いお米。結構後で効いてくる、ちょっと辛めのスパイスが効いたカレーですね。はい、税金が加算されてしっかり200バーツでした。インドカレーってのはね、結構値段が違うのでね。でもね、まあ美味しかったと思います。スパイシーでね。帰ります。今日はね、ビブグルマンじゃなくて違うとこ行ってくるよ。やってるかどうか分かんないけどね。いやー、それにしてもね、武蔵野市
なんで11票もね、賛成票。わかりませんね。多様性だとかなんとか言っちゃって。本当に多様性でいいんですか？どうなるか分かってますかね。心配しちゃいますよ、本当にね。じゃあ、行ってくるよ。にゃーのちゃん。なでなで。はい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 。あれ？あんた、お腹ふくらしてきたね。ひょっとして。